ダイス、うつ子は、茶道の手前に用いる、茶道具で、水差しなど他の茶道具を置くための棚物の一種。新ダイス、竹のダイスをはじめとして様々な種類がある。一般に、格式の高いサ礼で用いるものとされており、特にマダイスは、原茶式などで用いられている。マダイスを用いた手前は、茶道の手前の精神的、理論的根幹をおなすものと考えられており、奥義、奥伝、 王妃などと呼ばれて最後に伝授される奈良足である。竹ダイスふさ飾りを客付きから見たもの通常は、長方形の板2枚を柱で支えて、脳型体とした構造をしており、2枚の板は上を、天板、下を地板と呼び、地板の方が厚くなっている。柱は、手前側のものを勝手柱、客柱と呼び、奥側は、角柱、甲柱と呼ぶ。マダイスマヌリ4本柱ので、 最も角が高い。大きさは幅91センチメートル、奥行き42センチメートル、高さ67センチメートルほどとかなり大型で、今日までなければ、畳からはみ出てしまう。通常はみなぐを合わせる。竹の台紙、切り口に竹の4本柱。元は村田樹港の草案と伝えられま台紙と同寸だが、現在一般に見られるのは千里宮が露用に改変した小型のもので、 幅7 5トル奥行き3 8トル高さ6 0トルほどである。および、ダイス日本柱のダイスで、旧大ダイスとも言う、過去の新四九大のもののみが通れる門をかたどったとも、新四九大の作文を置くための台に由来するとも、言われる、高麗ダイス、相談好みと演習好みとがあり、この二つは、名称が同じだけで、形状は全く異なる。 相談好みは幅67センチメートル高さ50センチメートルほどと小ぶりの間塗りで琉球貿易により到来した動物の卓をかたどったもの。演習好みは生地性でダイスというよりは大棚に近い。他に流派ごとに様々な好み物がある。例としては、真ダイスからつまくれないダイス、壮ダイス、追い松ダイスなどが及びダイスから銀杏ダイスなどが好まれた。 通説では文英四年南浦嗣明が宗の慶山寺から持ち帰ったものが宗福寺に伝えられ、後に京都の大徳寺に渡ったとされる。これを天竜寺の無双祖籍が初めて天茶に使用したとされる。足利義政の頃に村田樹高が野阿弥ら共に大須の寸法や茶式を定めたと言われている。元は幅が一軒と大きなもので。 おそらく15世紀末までに小型化されたものと考えられる。書印式の査令にはすべてダイスを利用し、そこから各種の大棚、小棚、長板などが派生し、さらには棚物を用いない運び手前が考案されたと考えられている。流派にもよるが、格式の高い棚物として、長板とほぼ同様の取扱いで用いることができる。 一般に使われる機械の多い小棚の手前と比べると、被尺、蓋置懸垂などの扱いに差が多い。しかしこれは、秘伝として扱われている、ダイス手前と比べれば非常に簡素なものである。茶の湯でダイスが使われたことを示す資料の初見は、松屋回帰の天文六年で、その後は津田総達が盛んに用いたことが、天皇寺や回帰で裏付けられている。 この頃は用いる道具や飾り方などは自由自在で、何ら特別なものではなかった。しかしその後すぐに廃れてゆき、本能寺の変の頃までにほとんど用いられなくなっていた。後世の箇書には、千里宮が改めた、大捨て前を、豊臣秀吉が秘伝として、ごく限られたものに伝授を許したという逸話が伝えられており、真偽は定かでないものの、十分考えられる話である。 特に天正13年に秀吉の金利根茶で、ダイス手前が用いられたことは、ダイス手前がごく特別なものと位置づけられるようになる、契機として頷ける。戦争誕の頃の資料によると、当時の戦家流には、基本的には、書院のダイスと隙屋のダイスという区別があったらしい。 一方でほぼ同じ時期の武家茶道書流の伝承では、それぞれ異なる体型付けの様々な飾り方を伝えており、流儀化が始まっていることが狙いわれる。例えば、南方六には、ダイス五重色と呼ばれる絵図があり、泉草には、正幸草に始まって、全部で九段のダイス飾り、帝洋州には、正幸草と、蘭桶の四種が示されている。利休はダイスを遠ざけていたように見受けられ、 利休がダイスを使ったという記録はわずかに3回しか残っていない。相談にしてもわ美茶の追求者であり、千家流においては、ダイスは日常無用のものである。また、武家茶道においても、ダイス手前は、貴人といえども、滅多に見せるべきでないものとされていた。確かに、織部、遠州、関州はいずれも将軍昆茶にダイスを用いていないし、遠州は、生涯通して一度も、 ダイスを用いた茶会を行っていない。利休がダイスを遠ざけたことが、逆にダイスを高尚なものに押し上げ、開電の証としてのダイス手前という位置づけが成立していったとも考えられる。王妃十二段と称して十二通りの天法が定められている。このうち、行志公が乱色、乱れ、正幸行きが王儀、新ダイスと呼ばれて比較的交換にも知られている。 十段といった場合にはこの二つを除外する。利休が改定した、大捨て前は、豊臣秀吉によって、秘伝とされたが、これを秀吉が伝授した七人を言う。出典としては、細川三才茶書、帝王集などがある。山岡俊明編集、井上よりくに、近藤便乗皇帝、類寿名物公、第四冊、近藤活版書、明治三十七年、六百八ページ。 国立国会図書館近代デジタルライブラリー、山岡俊明編、類寿名物講、第4巻、歴史図書社、昭和49年、608ページ、安倍隆史聖監修、安倍創生、秋山総和指導、ダイス、長板の手前、世界文化社、お茶のお稽古シリーズ第37巻、2007年、4ページ、ありがとうございます。